こんばんは、ノクさん。動画の方ありがとうございます。今日は特にですね、動画のメッセージをいただく件数が多くてですね、返信にかなり時間を取らせていただいております。ノクさんのね、返信動画なんですけども、3本ぐらい動画いただきましたんで、順番に見てね、返信動画の方をアップロードしていこうかと思っております。まずは2025問題ですよね。まあね、段階の世代、こういう問題は、まああるわけなんですけども、まあ、その前に山太郎さんのね、ほんとかったですね。私はやっぱりね、その、 感情に訴えかける演説っていうのはすごく好きで参考にもなるしうん、まさにね、私はちょっとやっぱり心をつかまれたような感じがしました。山本太郎さんの政策もものすごく理にかなってると思いますし、そうするべきだと思うんですよね。逆に他の与党、野党がなぜこの政策を一行も入れてないのか、すごく不思議でならないですよね。国民が求めているものを提供するのが、まあ、政治家の役割だと思いますけども、国民の一部の人が求めている利権なりね、 え、損得感情のみをやっぱりこう優先してしまうと放置される人が多いのかな。割を食う人がいるのかなってことでございます。まあ、実はね。ネットワークビジネスもそれから他のあらゆるビジネスもほとんどの場合、そうなんですけども、必ず割を食う人が出るから利益を享受する人ができるっていう仕組みなんですよね。これはもうしょうがないんですよ。 10人集まって誰かがあ10人集まって同じ金額でスタートして誰かが儲かるってことは誰かが失われてるってことなんですよねそこには完全に優劣ができてきます例えばあ何かね拡散力が強いとか影響力が強いみたいなところとか営業力が強いとか商品構築能力が強いとかさまざまな要因があるんですけども必ず誰かが思った通りにはならないってものになるんですよね ここれは市場原理ととして仕方がないことだと思います、まあ、こういう話もありますある組織の人はみんな儲かった組織の外の人からお金を吸い上げたからだってことなんですよ。これもやっぱり誰かに割を食わしてるという意味では同じなんで、うん、やっぱりねどういうふうにすればいいかっていうとまあ四方よしっていうんですけども今いる世代はみんなうまくいったんだけどもその、まあんですかね、収益源っていうのは次の世代に回ってるってことなんですよ。で 次の世代っていうのは一定のインフレ率が維持されていれば、そのインフレで膨らんだ部分から前の世代にこう貢献することができるっていう仕組みなんですよね。これは長く話すと、おまあちょっといろいろ複雑な件が絡んでくるんですけども、単純に言うとそういうことです。あの、後の世代に月を残したら、その月がね、どんどん膨らんではいくんですけども、延々と次の世代っていうのが生まれてきますから、例えば人類が今年生まれた人が最後ですよってなったら、その人に全部、あの、ジョーカーが回るんですけどもね。でもそういうことってないわけですよ。 人類ってのは永遠に続いていく。まあ核戦争でも起きなければね。だから最後の人が全部割りを食うってことはないんで、まあ名目負債は増えるんですけども、結局誰も返さずに、増えた金利だけを前の世代がずーっと分け合うって仕組みができるんですよね。だからそういうふうにやっていくと、ものすごくビジネスってのは良くなるんだろうなと思うんですよ。まあだから私情報ビジネスが結構好きなんですけどね。まあ情報ビジネスっていうのは、形を変えながら次の世代に新しい富をもたらしているっていうふうに考えられるんですよ。 例えば、数字とか漢字っていう情報、こういったもの、教育とかっていうのは、前の世代が作りましたけども、バージョンアップして、その同じ世代に販売して、次の世代にその情報や教育が残ると、さらにそれをバージョンアップして、さらに高値でね、高値でまた展開するってことができるんですよね。まあ、こういうこと考えると、本当になんかこうビジネスって面白いなと思うばかりなんですけどね。 はい。それで、ノクさんが紹介してくれたね、あのー、ビジネスも、これなかなかあ、チャンスがあるものだと思いますんで、しっかりとね、練り込んでいこうかと思います。本当にね、あの、ご招待ありがとうございます。遠方から、あ本当にお越しくださいまして。ノクさんにお会いできてね、本当はね、もっとじっくりとお話ししたりとかね、えー、もうビジネス以外のこともお、心分かち合いたいなと思ったところもあるんですけども、何分、慌ただしくて申し訳ありませんでした。えー、年金に関してなんですけども、現在、52兆円の年金財源を集めて、そして52兆円の年金財源を同じ年に、 まあ、あの配布してるそうなんですよねで年金のストック分が今あ130兆円ぐらいあるそうなんですよ、まあ、ですんでこのままいけば多分少しずつ支払いの方が多くなって50兆円集まって54兆円払うとかね 48兆円集めて60兆円払うみたいな比率で毎年毎年こう変わっていくんですよ。そうなるとストックしてあった130兆円がちょっとずつ減っていくって形になるんで、あ2025年とかね、2030年に年金は破綻しないんですけども、あの、まあ、年金っていうのはね、ええー、まあ、壊れることはないですね、基本的に。年金っていうのは、えいざとなったらそこに、えー、税金を投入して維持させるという方法もありますし、年金の支払い額を減らすってこともありますし、今第一段階で年金の 支払いスタートの年齢をどんどん変えていってますよね55歳っていうところから60歳になり60歳から65歳になりみたいな感じでどんどんずらしていってるんですよそれはなぜかっていうと、えーまあ、平均寿命が伸びてるからそれに合わせて、えー、こうね年金の支払い、えー、タイミングっていうのを変えてるわけ後ずざり後ずざりしてるわけなんですよこれなんでかっていうと年金っていうのは基本的に必ず儲かる仕組みなんですよ払った人は払った以上に必ず受け取れる仕組みそれが年金なんですよねそういう制度設計になってますんでだからこそ動くんですよね <laughs> これがいつまでもね、55歳だったら、とてもじゃないけど、あのー、まあ、儲かるんだけども、財源が絡んだんですよ。だから、後ろの方にずらすことによって、払う年数が長くて、受け取る年数が短い、このバランスで、えー、多くの支払いを担保してるんですよね。で、平均寿命が伸びてるんで、以前は平均寿命がね、65歳とか71歳とか言われた時代ではなくって、私の10代の頃っていうのは、やっぱり71歳とか言われてましたけど今、80歳まで、10歳ぐらい伸びてる。 らしいんですよね、まあ、そうなると年金の支払いスタート時期も10年ぐらい後ろにずらさないとバランスが取れてこないってことになってるらしいんですけどねうん本当かどうかちょっと分かりません私がまあ聞いたところによるとそういう風な形になってるんでまあもらえることはもらえるんだろうなと安心しますけどもまあはなから私ね年金なんてのは当てにしてないんでもう本当に自分で稼ぐっていうんですかね何かのビジネスに乗っかってそこから不労所得みたいなのを得るっていうのも考えてるんですけどそれはねおまけであってまずはね自分がどんな時でもお金を作る セールスができるビジネスを構築できるそういう風な仕組みっていうのを自分の体の中に持っておくのが大事かなと思います。与沢翼さんの教えでもありますけどビジネスを所有するってことなんですよねきっとね。それを目指しているところかなと思いますね。まあ、なかなか難しいところが多いですけどもまたノクさんの動画を見てねいろいろと考えるところもあって自分をもうちょっと鍛えていかないとなとそういう風な謙虚な気持ちに ならざるを得ない、そんな日々でございます。本当にありがとうございました。皆さんはね、どういう風にお感じになったでしょうか。これからもノクさんのニュース解説をお楽しみに。これからもよろしくお願いします。